はい、ワンダーランド片桐の本田と申します。よろしくお願いします。今日は BKM ブロックテストメーカーというのをご紹介いたします。こちらどんなゲームかというと、ダンジョンが作れるメーカーというふうになってます。こんな感じのボクセルのグラフィックでちょっとブロック風に可愛い感じで作られてるんですけども、ちっちゃなパズルステージをたくさん作ることができます。こういうダンジョンのメーカーというふうになっています。でちなみにどんなダンジョンが作れるかというと、実際のゲームプレイこんな感じです。とモンスターを倒して、まあ、スイッチを入れたりとかトラップを乗り越えたりとか、すごく難しいダンジョンをパズル頭を使いながらクリアしていくようなゲームになってます。これっていうのは単純に本当に僕のちっちゃい頃のゲームの体験っていうのをそのまま全部入れ込んだ感じです。あれが好き、これが好き、こんなのが欲しいなっていうのを全部入れ込んで作ったゲームです。なんでちょっと難しいかもしれません。頭を使ってアクションを駆使して何回も死んで何度もトライしてやっとクリアできる、こういった小さい頃のゲーム体験っていうのを再現しているゲームになっています。で実はこのゲームっていうのは僕がちっちゃい頃から作りたかったって言うんですけども、ちっちゃい頃からこういうゲームを作りたかったんです。でも作れなかった。もちろんプログラムとか知らないと作れないんで、で僕はなんとかこう勉強してデザインの勉強してプログラムを勉強してやっとこれができたんです。でもやっと嬉しかった、これができた。この作るっていう体験をみんないろんな人にも経験してもらいたい、だからメーカーにしました。なんで、このメーカーを作る上で2つのポイントにこだわりました。1つっていうのがまずはこちらです。とにかくメーカーなんで誰でもやってもらうように簡単にしました。本当にブローカー遊び感覚で簡単にダンジョン作れるように配置、いろんなブロックがあるからそれも配置してブロックをどんどんつけてください。でパズルダンジョンなんでギミックが必要なんですけども、そのギミックっていうのもできるだけ簡単にこのタップで配置してタップでつなげるリンクって言ってるんですけど、この2つの操作だけでほとんどのギミック難しいものを作れちゃいます。つなぐっていう操作って実はシンプルなんじゃないかなと思うかもしれませんけど、このスライムを3つ並列につなげることによって3匹のスライムを倒せば扉が開くとか、こういうのはただつなぐだけでできます。でリンクは並列もできますし直列もできます。枝分かれすることもできます。そうすることによってすごく複雑な難しいパズルを作ることができるようになっています。ポイント2つ目です。BQM で循環する通過システム、これっていうのはやっぱり創作の楽しみっていうのを僕は伝えたくて、創作っていうのはやっぱり自分で作ったものを初めて人に見せて完成だと思うんですよね。なんでそれをシェアできる公開できる仕組みっていうのを簡単に作りました。で作ってゴールすればもちろん公開することができます。世界中にシェアできます。でもそれだけじゃちょっと面白くないんですね。で考えたのが入場料です。ダンジョン作った人は自分のダンジョンにプレイするための入場料を設定できるんです。もちろんゲーム内通貨のゴールドなんですけども、例えば10ゴールド入ってますね。このダンジョンを作って10ゴールドで公開すると遊ぶ人は10ゴールドを払ってプレイするんです。ということは遊ぶ人もたくさんいればいるほどゴールドが儲かる。言ってみればダンジョンの YouTuber を作るみたいなふうに考えてください。なので有名な面白いダンジョンを作って有名ダンジョンビルダーになればめちゃめちゃゴールドが入って、ゴールドが入れば新しいギミックを買うことができます。でまたもっと面白いダンジョンを作って公開する、そういうゲームを作るサイクルを作りました。これが2つのポイントです。このポイントがうまくいったのかどうかはちょっと分からないんですけども、実際これで公開して1月に公開したので4ヶ月ぐらいなんですけども、現在2万ダンジョンが公開されています。これはやっぱり作りやすかったっていうのもあるのか、さっきの公開して何かフィードバックがあるのが面白いのか、あともう一個実はフィードバックがあって死んだ場所にメッセージも残るんですよ。難しいダンジョン作った人なんかは自分のダンジョンここで死んだんだって分かるんですね。メッセージとか死んだとか水に落ちたとかコメントが残ります。で実際公開したダンジョンの種類なんですけども、まあ、こちらがもともと僕らが想定した、まあ、複雑なパズルダンジョンというこういうのがたくさんあります。あとはちょっと趣向を凝らしたアクションゲームなんだけどタイムアタックみたいなやつね。コースを全てのボタンを押して回って何秒でゴールできるかっていうタイムアタックを作ったり、もうガチで NPC とか作るんで本当にストーリーのある RPG を作った人、こういうのも作れますし、あともう全然ダンジョン関係ないですね。すごい複雑な仕組みを作ってボタンを押すと矢がバーッと飛んでいろんなスイッチを押してデジタルの数字が出るんですよ。ここに3とか4とかで、またスイッチを押すと2とかになってカウントダウンしていくとか、でインベーダーゲームを再現しましたなんていうのもあっていろんなダンジョンが作れるようになってます。こういった多種多様なダンジョン本当に簡単に作れますので、もし興味があったらぜひダウンロードしてみて遊んでみてください。ありがとうございました。